無駄よ。他に立候補する子がいないんなら私が生徒会長で決まりでしょ先生。一人しか立候補がないんじゃ仕方ありませんな。ですね。遅れちゃうよ、集合場所間違えちゃった。このままだとノイジーって決まっちゃうわ。リアならリーディンが立候補したら一票入れてあげる。いやよ、ピラニン立候補すれば。僕やだよ。もう決まり。では生徒会長はノイジーで。おいら立候補するもん。ではこの二人で選挙戦を戦ってもらいましょう。よろしくお願いします。タモン、スピモン立候補したの？そうよ、これで面白くなったわ。オイラの応援演説よろしくタモン。困ったな。ヒッキー、どうしたの？実は。何一歩くに話して。私生徒会長に立候補するの。すごいね。あんたに応援演説させてあげる。あんたみたいな人気者と組めば選挙は楽勝だもん。でノイジーに OK しちゃったの？そうなんだ。でもスピモンは親友だよ。スピモンが立候補するって知ってたら僕だってノイジーを断ったら。なんであんな約束しちゃったんだろう。もし僕が二人いたら約束も守れるし、スピモンの力にもなれるのに。一気選挙運動の準備始めるわよ。カフェテリアに集合。僕が二人だったらな。一気10秒以内ね。10、9、8、7、6、5、4、3、今行くよ。何から何まで俺に任しときな。オイラが生徒会長になったら、まず校庭にジェットコースターを作ります。これは実行できないもん。お、ヒッキー。いや、本当にヒッキー？そうだよ。なんで青一色になっちゃったもん？あの、僕、どうしてもスピモンの応援がしたくて、それで、約束を守りたいっていうのと、友情を守りたいのと、どっちにしようか迷って。それで青と赤の二人に分かれてしまったってことですか。でもヒッキーの気持ちすごく嬉しいもん。青いヒッキーに応援お願いするもん。僕、頑張るよ。僕、スピモンのこと、とてもいつもの威勢の良さはどうした？青ヒッキーのやつ泣きそうですぜ。僕、ヒッキー頑張るもん。そんな泣き虫じゃ応援なんかできねえぜ。僕、あんな弱虫に応援なんかできるわけねえよ。何してるの？あー、ひどいわ。そういうことはルール違反なのよ。何よ。ノイジーに投票しろよな。いやよ、私はスピモンに投票するの。もしスピモンに投票なんかしたら、俺がお前たちの秘密をノイジーに全校放送させるからな。それにも一緒に遊ばない？私たちの秘密って何？なんだか知らないけど、とにかく赤ヒッキーってひどい子だわ。みんなおはよう。
何よ、私なんか気に障るようなことした？赤ヒッキーがリディさんたちを脅したって聞きましたよ。リディちゃんにひどいことをしたら俺様が許さないぞ。あれは赤ヒッキーが勝手に、ちょっと赤ヒッキー、あんたものすごく評判悪いわよ。ふん、よう勝ちゃいいんだろ。あのね、私がヒッキーに応援を頼んだのはあんたが人気者だからなのよ。それにこんな汚いことしなくったって私は勝てるわ。本当にそう思ってる？あんたなんかクビよ。私一人で勝ってみせるわ。ひどいよ。もう赤ヒッキーってひどくない？やりすぎよね。今の赤ヒッキーはオイラたちの好きなヒッキーじゃないもん。でも青いヒッキーも変だよ。元のヒッキーに戻してあげなきゃ。これも違う、これも違う。ヒッキーの評判はガタ落ちだ。今こそ俺様が学校一の人気者になれるチャンスだぜ。あれ、親分は嫌われ者になりたいのかと思って。バカ、俺様はリリーちゃんに素敵って言われたいんだい。人気者にしてやろうか。誰だ？お前らを学校一の人気者にしてやるよ。ついてきな。やい、どこに行くんだよ。ボロッカを探す。ボロッカ？あいつを大泣きさせるのさ。それで人気者になれんのか？あいつがワンワン泣いて学校中が水浸しになれば授業どころじゃなくなる。みんな喜ぶぜ。それはすごいな。どうした？俺様がリーダーで、俺様はお前の命令なんかに従わねえ。わかりましたよ。ヘッキーに起こったのはドッペルゲンガーという不思議なんです。一人の体が二人に増えちゃうことです。どうしてだもん。おそらく自分がもう一人いればいいなと思うあまりにヒッキーの心が二つに分かれてしまったのでしょう。元に戻せるの？抜け出した心を体の中に戻してやればいいのです。俺は人気者のはずだぞ。なのにみんなに嫌われてる。自分がみんな悪いんじゃないか。悪いのはお前だ。待て。つまり、どうしたもん。なんでそいつをかばうんだよ。お前に言ってもわからないもん。分かっていないのはそっちの方だ。俺はノイジーとの約束を絶対に守りたいと思っただけなんだ。頑張ったのに、なのにどうしてみんな俺を嫌うんだ。必死で約束を守ったのに、どうして俺は一人ぼっちなんだよ。違うよ、僕がいるじゃないか。お前みたいな弱虫なんて俺には必要ないんだ。君だけではダメなんです。それは本当のヒッキーじゃない。おい、何を始めるんだよ。怖いよ。よし、始めてください。寒風の電気、マグネロの磁力、ワットの光、ノイジーのゴシックパワーでエネルギーをピラミッドに送り込むのです。ピラミッドパワーよ、二つの心を一つに戻すのです。片方の応援なんてできないよ。そんなのもうどうでもいいもん。ヒッキーだもん。
元通りのヒッキーだもん。というわけで、今回ピラミッドの不思議を発見し、見事ヒッキーを元に戻したジーニー君が生徒会長に決定しました。なんで？あの、私は立候補してなかったんですが。これでいいんだもんね、ヒッキー。あ、なんで？さあ、今夜の不思議はジーニーじゃ。ピラミッドパワー、素晴らしい謎の解明じゃったな。しかし一度だけでは不思議とは認められんぞ。何度もテストしてみなければな。というわけで、誰かピラミッドパワーの実験台になってほしいんですが。あの誰か。やれやれ、今夜はこれでおしまいじゃ。